ヒメウズラシには、チドリメシギカに分類される鳥類の一種である。主に北アメリカ大陸北部で繁殖するほか、グリーンランド北西部、シベリア東部にも繁殖地がある。陶器は南アメリカ大陸南部に渡り越冬する。日本では稀な旅鳥として、本州や石垣島で記録がある。総集に力2羽が観察されることが多く、そのほとんどが幼鳥である。 全長約15センチメートル。死有動色である。夏和は,は、頭頂から背にかけてが、高褐色で、背からの上面はやや黒みを帯びて見える。顔と胸は、高褐色で黒く細かい縦半がある。顔の眉半は白色。体の仮面は白色である。冬和は,は、上面が肺褐色になる。翼が長く、畳んだ時は、 翼の先が尾よりも著しく突出している。幼鳥は体の上面がバフ色で、翼は黒い軸藩とバフ色の羽縁によって臨場に見える。水田や湿地、川口、干潟などにラ来する。越冬地では群れで生活するが、日本では1から2羽が他の死類と一緒に行動していることが多い。繁殖期は 海岸近くや内陸山地の乾燥したツンドラに生息する。植生は動物食で甲殻類や貝類を採食する。繁殖形態は卵生。多少植物の生えた地上に餌草する。クリー、プリーなどとなく。ありがとうございます。